スダリオ選手、まあ、自分もね前回の貴健新戦からだいぶ打撃もうまくなって自信もつけたんですけど、彼のね、まあ、前回までの試合、こちらがね予想するものよりもものすごいものを持ってきてね、予想以上の強さでしたね。そうですね、まあ、映像でわからないぐらい彼の打撃がシャープだったんですけど、まあ、今自分の痛いところがやっぱこの辺の後頭部がすごい痛い感じで、まあ、これはまあ、脳が揺れて痛いのかどうかわかんないですけど、自分自身も彼にプレッシャーかけられて自分が出たところを合わされたとこまで覚えてるんですよね。ただもう気がついたら天井を見ていた感じですね、はい、試合が終わってね、やっぱ一番先に襲ってきた感情が悔しくてたまらなかったんでね、この悔しい気持ちある限り敗北を味わされても立ち上がって前に進む気持ちさえあればね、まだできると思ってるんで、まだまだ MMA で戦い続けていきたいと思います。そうですね、自分の中でも今回、前回貴健新戦からさらにね打撃力がアップしてるのは感じていましたし、去年の年末から比べてみても圧倒的に今が一番強い、自分の人生の中で圧倒的に今一番強いはずなんで、まだまだ伸びしろはあるから、そしてねファイティングスピリッツまだまだね戦いたい、この気持ちがねなくなるまでできると思ってます。そうですね、そのためにはね、これで国内来日の最強の座は須田理央選手に移ったわけで、また自分はね一から実績を積み直して彼に挑戦できる立場、これをね戦って勝ち取っていこうと思ってます。